はぁ、あ、忙しい忙しい。暁の騒ぎでだいぶ仕事が溜まっちゃった。学園関係の書類チェックも残ってるし、早くお掃除終わらせちゃいましょう。みんな私のことお気楽キャラって思ってるけど、女王と理事長の掛け持ちって大変なのよね。あ、落とし穴も直さなきゃ。今日チアリちゃんが落ちた落とし穴は10個ね。それ。小さな月、今日も力を貸して。あれ？あれれ？何も起きませんか。変ねえ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。赤ちゃんジュエリーナブー、なんじゃらほい、なんじゃらほい、素敵なことってなんじゃらほい、ほいほい、テンション上がってるな。あと一個魔法の宝石を集めればジュエルボックスがいっぱいになるのにね。また占い屋さん始めたの？そうだよ、今度はすっごくよく当たるんだって。前は全然当たらないと評判でしたよね。あ、エンジェラたちだよ。その格好どうしちゃったの？ペリドットの占いが当たって花飾りが増えたパカ。リボンが大きくなったラブ。前髪が長くなったラブ。どんな占いだよ。とにかくすごいということは確かですわ。早く行こう。こんにちは、ペリロット久しぶり。おいでやすです。皆さんが今日この時間に来るということは占いで分かってました。そんな言葉で分かるの？びっくり。でもどうしてそんなに占いが当たるようになったの？それは話せば長くなるです。皆さんと別れてから移動ジュエルペットカフェは納豆茶碗蒸しが大こけして閉店。占いは相変わらず全然当たらず、あやめちゃんが幼稚園に通い始めて子守の仕事もなくなりました。悲しすぎ。大変だったんだね。聞くに忍びないですわ。それで心機一転、出稼ぎに行くことにしました。ワンツー、私がどれだか知って冒険少女のペリドット、それいけいけゴーゴーレッツゴー、マグロ漁船に乗るです。おーのー、燃料切れです。あー、何か代わりになるものは。
みかんがキラキラしてるです。すごいです。きっとすごい力があるです。というわけで、このみかんで占いしたらじゃんじゃん当たるようになったです。きっと小さな月のハッピネスを浴びたせいよ。なるほど。でもみかんの占いって何なんだ。聞いたことがありませんわね。今から見せるで、ハッピーハッピネスヘリドットジュエルフラッシュ。何占いますか。はいはい、ジュエルボックスがいっぱいになったらどんな素敵なことが起きるか。かしこまりです。みかんよかん冷凍みかん、もうゲラほうゲラカルピッチョスケベン神マンジョイタドーッキル。ごくり、もぎゃ汁が目に入った。みずみずしいみかんだな。さすがハッピネスを浴びただけありますわ。来ていない。じゃあジュエリーナ城だよ。ジュエリーナ城どこどこ。返事をして。そっちはどうだ。いないみたい。一体どこに行ったのかしら。いないの。そんなとこにはいないわよ。ここここいないな。トイレにでも行ってるのかな。ここにはいないのかもしれないです。他を探しましょう。そうしましょう。じゃあ、え、なに、うん、ジュエリーナ様そっくり。かわいい。ジュエリーナ様の服だわ。もしや、お名前は。ジュエリーナ。ジュエリーナ様だ。うん、なんでちっちゃくなっちゃったの。遊ぼう遊ぼう。遊んでる場合じゃないだろう。待つです。こういう時は遊びながら聞き出すといいです。なるほど。ペリドットは子守の仕事で慣れてるもんね。そういうことです。何して遊びますか。だるまさん転んだ。ふう、それなら得意です。えい、だるまさんが転がってきた。知ってるのとかなり違うです。わー、逃げろ。破壊付きの嫌な魔力のせいに決まってますわ。だな。早く見つけて何とかしないと。それではどこにいるか占います。ほりゃっ、この形って。オゲ、ロックスのマスターだ。ご飯、 Nothing。 お菓子、 Nothing。このお店のおすすめメニューは何ですか。スペシャルブレンド、いえ、合わないよ。ロックスの音楽が可愛くなってるよ。き
っとジュエリーナ様のいたずらですわ。一足遅かったか。ペリドット、もう一回占って。グッテンです。こりゃ、これ何の形？うちのデパートですわ。はぁ、デパートが赤ちゃんグッズ専門店に？ジュエリーナ様のせいね。楽しいね。また一足遅かったか。やったー、お、いっぱい買ったラブ。品揃え良いです。エンジェラたちもジュエリーナ様を探すの手伝って。ラジャー、こりゃー、この形きっと星形の湖だよ。湖の水がミルクになってる。モキュモキュモキュ、わー、もう飲めないラブ、一生分あるです。お肌もシュベシュベ。こりゃ、今度は花の形よ。花畑がおむつ畑になってるわ。通気性良いです。サラサラタイプパカ。ラブラはおむつ使わないラブ。でもパンツも履いてないよね。これが最後のみかんです。とりゃーです。この形、ガーネットです。うふふふ、お客のどんなニーズにも応えられるナンバーワン店長のこの私、もしかしたら最後の魔法の宝石はこのこと出ちゃうかも。うっしゃ。助ける方法を早く見つけないと。この前みたいにハッピネスショットで嫌な魔力を消せませんか？ああ、それいいかも。でもハッピネスショットをネフライトが持ってっちゃったわ。うそ、占いをすればいい方法が見つかるかもですが、ミカンはもうないです。ミカン、そうだ、ミカンの木のところに行けばジュエリーナ様を助けられるかも。なるほど、あそこなら小さな月のハッピネスをジュエリーナ様に当てられるです。そうだよ、そうだよ、ソースだよ。ラブ、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 ジュエリーナ様もまた小さくなった。もうこれ以上小さくなれないよ、これは。これです、これがミカンの木です。でも小さな月からハッピネス出てないよ。あれ、変です。この前は確かに出てました。ハッピネスが出るには何か条件があるのかもしれないわ。ペリドット、その日特別なことをしなかった？あの日は朝起きてまず歯磨きをして、それから朝の飛ぶ体操をして、服を脱いでシャワーを浴びようと思ったら、もともと裸だったです。いつもしない特別なことだけ言って。特別、飛行機が不時着した後、向こうの川で鮭取ったです。鮭なら熊のローサたちに任せるのさ。ママが助けてあげるラブ。他には、そういえば歌ったです。じゃあ歌おう。よし、グビーがバイオリン弾いちゃうよ。ボカボカボカボー、なんじゃらほい、なんじゃらほい、素敵な形、なんじゃらほい、ほいほい、夜中病まーい。よしよし
そんな地味なのじゃ小さな月まで届かないわ。歌なら私に任せなさい。ふわド派手。ほら泣きやんだ。さあ魂の歌いくわよ。 My sweet love 変わってく、私の中君へのこの思いがルビーのように綺麗な赤になってく。えっ、シュケさんカモンです。ジャンジャンタララブ。喉ガラガラ。こっちの耳にタコができた。全然取れなかったラブ。わあ、そんなことしても無駄無駄って、赤い月が笑ってる。おくるみにまで時計が。そんな、もう時間がないぞ。ジュエリーナ様。お母さん、ラブ。こうなったらルビーが魔法でなんとかする。ハッピネスカモン。ハッピーハッピネス、ルビーデュエルアライズ。おお、久しぶりにでっかいのが来たわね。だ、失敗。こんな時まで魔法失敗するなんて、ルビーのバカ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 。ドマイルビー。また小さくなった。
ちの心が通じ合っていれば魔法の宝石が消えてしまうことなどないのですわ。よし、ジュエルボックスがいっぱいになったし、これで赤い月もやっつけちゃうぞ。そんなの無理って鼻で笑ってる。もっとたくさん魔法の宝石を集めなきゃダメなのよ。でもジュエルボックスいっぱいのさ、集められないラブ。パカ。ここにも収納スペース作ってたのよ。すっかり忘れてた。忘れてたって。適当だな。よーし、ガンガン集めちゃうよ。赤い月、ルビーが絶対ジュエルボックスを魔法の宝石でいっぱいにしてやる。あ、カッコつけてる。たまにはね。番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。